どうも、こうちゃんです。さあ、今日も高校野球語っていきますよ。今日ね、宮城県仙台市はね、35度ということで、めちゃくちゃ暑いんですけど、青森県大会、めちゃくちゃ暑かったです。はい。今日もね、僕の部屋ではなくてね、この環境でお伝えしますので、少し、ご不備な点があると思いますけどもね、そこをご了承していただいて、見てください。ですね、青森山田対、弘前学院聖愛、青森県大会の決勝、春ベスト8、ね、甲子園でベスト8の青森山田、そして春、県チャンピオン、そして東北大会準優勝の、弘前学院聖愛のですね、この大注目の、決勝戦、本当に最後まで最後まで、どっちに勝利が転ぶのか、わからないそんな展開になりました。ですね、この戦いはですね、本当にね、なんかこう結果、結論を言っちゃうとジーンとくるものがあるというか、いや、ちょっとこうちゃん、ちょっと目にちょっと涙、ありましたね。そのぐらいこう感動するというか、白熱するというか、ザ高校野球みたいな感じでしたけども、まあ、先制したのがですね、弘前学院聖愛の方で、今日は山田の先発が桜田くんということで、エースの関くん温存ということで、まあね、この桜田くんもですね、東北大会でノーヒットノーランやっていたり、関くんと共にですね、2枚看板ということで、かなり、制球力、そしてポテンシャルの高いピッチャーなんですが、どうもですね、やっぱり今日のこの決勝戦の雰囲気というか、なんかこうね、異様なやっぱ雰囲気、そして岩城さんがね、静かに見守っていたというね、そういった雰囲気の中でのゲームスタートということで、本来の、ね、投球ができずにですね、弘前学院聖愛に、1点先制されると、制球定まらずといったところで、もう兜森監督スイッチ早かったですね。もう関君にすかさず変えて、まあ、その関君もですね、まあ、点取られてですね、もう5回、前半終了する前に2対0ということで、聖愛さんの方が、リードということで、前半戦終わったんですが、この前半戦見てもですね、まあ、こうちゃん的には、ハマったなと、山田サイドハマったなっていう見解で見てましたけども、そのハマったっていうのがどういうことかっていうと、やっぱりこう青森山田の、チームっていうものは、やはり全国的に見てもポテンシャル高い選手が多くて、どこからでもね、1番から9番までホームラン打てるし、点数取れるという強力打線、そして、ピッチャーも強力な、2枚の S 級が揃っているということで、そんな中のこの山田の方がビハインドでの折り返したということで、ヒット数も、聖愛よりも山田の方が多かったし、奪われた点数の取られ方っていうのが、結局フォアボールとかそういったところで打たれてないような、そういった中での失点ということなので、あれ、俺らちょっと攻撃も押してるし、まあ、打たれて点数取られてないよなっていう中での、まあ、前半の終了折り返しといったところで、少しね、ちょっとやっぱりこうズル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 といって、まあ、結果的にコーチャーの表現ではハマったなっていった感じだったんですけども、まあでもちょっと多分その、まあ焦りっていうのは少しね、山田サイドの方でもあったと思うんですが、まあそこでこうグラウンド整備して5回、終了して6回、さあ行くぞって言ったところにやっぱり流れは変わってですね、この6回裏の山田の、攻撃ですか、ポーンとですね、フライが上がったんですよね、佐藤くんの、一番佐藤くんのね、フライがポーンと上がって、その時はランナーが、スコアリングポジション、そしてサードに、ランナーがいて、まあ、1打、同点というチャンスの場面で佐藤君がポーンと打ち上げたと、その時ですね、やっぱこういたずらなのか分かんないですけども、なんかセンターからホームベース方向に強い強風吹いてたんですよね。で、ポーンと上がったもんだから、最初は、ピッチャーの真上ぐらいかなといったところだったんですが、あれよあれよという間にホームベースの後ろぐらいまでこう流れてしまって、誰も取れずといったところで、弘前聖愛さんもナイスな好判断だったんで、冷静だったですね。ファールで誰も取れずにフェアグラウンドに落ちたボールを、取るな取るなということでファールにしたんですよね。ただこのファール、吉と出るか強と出るかということで、こうちゃんすごく嫌なこう
なんか後味の悪いファールだったんですよ。結果的に聖愛さんは取れずして、同点という場面を、難なくしのげそうかなという場面だったんですが、このファールはちょっと不気味だぞといった中での打ち直しの佐藤くんの、バッティング、これがですね一つ、神がかりというか、この運というかね、こう技術以上の、ものを発揮した打席になったのかなということで、なんとですね、満塁ホームランということで、ポポーンと一気に4点入って逆転したんですね、山田さんがね。なのでね、このファールっていうのがね、やっぱ取っていれば、まだ、満塁ホームランを防げたのかなということで、やっぱりこの一球の怖さ、ワンアウトの、あの、なんていうんですかね、取る、難しさ、そしてですね、この一球の、ね、こう、プレーで、こんなにも流れが変わっちゃうんだよ、勝機が逃げていっちゃしまうんだよっていうね、このね、やっぱ結果論なんですけども、やっぱりあそこで野球の面白さ、野球の怖さ、そしてワンアウトの重み、ワンプレイの重みっていうのは改めて、コーチャーも感じました。うん。だからね、これ見てるね、高校野球目指している、甲子園目指しているね、小学校、中学校の皆さん、ワンプレイ、ワンアウトってのは大事なんでね、やっぱりそこはしっかりひたむきに、発球を追いかけていきましょう。ということでね、話戻りますけれども、その前にですね、でもね、この聖愛さんのこの、まあ、その原田監督が掲げているこの高校野球というものをですね、一つこう、なんですかね、これぞ高校野球だってところもシーンも見れて、あの、5回の裏ですか、青森山田さんが1打、同点という場面で、2、3塁という場面で、まあ、2アウトなんですけども、4番の、原田くんだったんですよね、迎えるバッターが。で、一塁ベース空いてるんで、まあ、おそらくここは申告敬遠だろうと読んでたんですが、申告敬遠せずに、勝負ということでね。まあ、その前の試合ですね、八戸学院光星、まあ、八戸工大一戦もありましたけども、八戸学院光星戦で、荒井大くんからですね、パコーンとホームラン打ったりと、もうあの日2本塁打打ってるとね、バックスクリーン直撃もありましたし、もう打撃においてはですね、もうほんとトップクラス全国、本当に3本の指に入るんじゃないかっていうぐらいの高校級のスラッガーなんですが、そのスラッガー相手にですね、申告敬遠せずに勝負ということでね、原田監督、マウンドの吹田くんにね、勝負をということでね、させるんですけども、そこのシーン見てですね、やっぱりこう原田監督っていうのは、やっぱりこう、高校野球を変える、高校野球をね、また新たな時代へと、進んでいこうみたいな感じで、いろんな、政策とか、考え方とか、そういったものを持ってですね、まあそういった理念を持ってですね、高校野球をね、教えてる、指導してるということなんですけども、あそこでやっぱり見えましたね。申告敬遠とか最近多いですけども、いや、こう勝負して、やっぱり高校野球勝負してなんぼだぞといったところをちょっとね、なんか男気というかね、これぞ高校野球だぞ見てろよって言った感じをちょっと僕はちょっとね、なんていうんですかね、このメッセージとしてもらったというか、だからあそこの5回裏もね、ちょっと痺れました。うん。その5回裏終わってからの6回裏の逆転満塁ホームランね、佐藤くんの一発ということで、いや、野球は面白いなーっていうふうに思いました。まあ野球というか高校野球は面白いなーっていうふうに思いました。まあそのままね、こうずる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 と、まあ4対2と、まあでも弘前学院聖愛さんの方もやっぱ見せ場も多くありましたし、あの最終回においてはですね、4番の原田くん2年生なんですけどもね、足を釣りながら、ツーベース打ってですね、まあ4対3、まあ一時ね、あれ同点だったんじゃないのかなって言ったところもあったんですけども、あそこもやっぱりローカルルールというか、球場のその、地方球場のそのなんかローカルルール的ななんかこう、球場なのにあそこゴロで抜けちゃうんだとか、なんかこう間に入って抜けちゃうんだっていう作りじゃなくて、あそこなんかもっとフラットにして、なんかボールが抜けないような、作りにしてほしかったなっていうのも少し思ったし、まあでも打った原田くんの、打球っていうのがめちゃくちゃ速かったんで、そこはですね、やっぱりこう、しょうがないのかなといったところ。でも、あれ抜けてなかったら、ボールデッドしてなかったら、同点だったんで、まだまだ試合分からなかったな。聖愛さんもまあ、甲子園というチャンスがまだぐぐっと、近づいてきたんじゃないかなって言ったところなんですが、やっぱりそこをやっぱり火消ししたのが、やっぱりこの、粘り強く、やっぱり試合をね、終わるまで、戦った山田ナインと、そしてやっぱりこう、桜田くんから、マウンドを譲り受けた関くんの熱投ですかね。まあ関くんもですね、今日ね、
まあ、4回ぐらいまでは、ちょっとね、のらりくらりと言いますか、こう、自分の、投球というものはできてなかったんですが、4回以降はですね、やっぱ立ち直ってですね、やっぱりこのエース、ザ・エースの投球ということで、151キロ、まあ、マックス152キロも出てたんで、非常にこの春の選抜から見てて、佐々木君の成長っていうのはすごいなと思いましたね。かなりいいピッチャーに成長しましたし、ストレートですか、ストレートね、本当にこう、うなりを上げるようなボールでして、まあ、140キロぐらいでもこれね、キャッチャーのミットこう伸びてなんか突き破って、後ろのバックネットまで行くんじゃないかっていうぐらいの勢いのあるボール投げてたんで、関君の成長、関君がこう柱として、ピッチャーの柱として、まあ、力投できたっていうのが一つのこの山田さんの優勝、甲子園というものを、導いたのかなというふうに思いましたね。でも本当に今日のその聖愛さんとその山田さんの決勝、このまあ結果的に4対3という点差の中で、まあこの4対3というこの点差以上にこうなんかこうなんですかね、こう、高校野球の醍醐味、高校野球の面白さ、そしてこうなんか素晴らしさとか、あとはその儚い一球とか、なんかそのな悔しい一球とか、なんかもういろんなことが詰まった決勝戦だったなというふうに思いましたね。だからね、こうやっぱりこう一発勝負、決勝戦、高校野球の夏っていうのはやっぱりね、一番面白いですね。本当にね、いいゲームだったな、マジで。本当にこうね、聖愛さんのやっぱりこのね、高校野球を変えていくんだぞ、俺たちが甲子園行くんだぞっていったこの気持ちも見えましたし、同じ相手には二度と負けないぞ、俺たちが青森県チャンピオンだということのね、山田さんの意地っていうのも見えたし、本当にいい、青森県大会だったなというふうに思いましたね。まあ、それこそもう、3回戦で、まあ、ベスト8か。ベスト8で負けて、八戸学院光星さん、そして東央義塾さん、八戸工大一さんとかね、本当にやっぱり青森県、本当に、ここ最近で本当に一番の戦国時代だったんじゃないかなと思いましたね。本当に山田さんもこう楽に、勝てた、そんな大会でもなかったと思うんで、まあね、山田さん優勝おめでとうございます。そしてね、この青森山田というチームはですね、やはりこう全国でも、甲子園優勝できる力っていうのを十分持ってると思いますし、悲願のね、まあ悲願ではないですけど、まあ、仙台育英さんが甲子園優勝してますけども、もう一度ね、東北にこの深紅の大優勝旗をね、持ってきてもらいたいなというふうに思いますね。本当にナイスゲームでございました。本日はですね、こういった環境からお伝えしましたけれども、青森県の、弘前学院聖愛さん対青森山田さんのこの白熱した雑誌と、こちらの決勝戦の、感想をお伝えいたしました。まだまだね、全国的にも白熱した、ゲーム、試合、行われております、皆さんの地元の高校はどうでしょうか。はい、ということでね、まだまだどんどんと、高校野球が終わるまで、こうちゃん、朝の後期チャンネルはですね、続けていきますし、配信していきます。皆さんの、熱いチャンネル登録と、そして熱いコメント、いいね、よろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。それでは、じゃあ。